皆さんこんにちは、黒田真由香です。はい、阪神館 Vlog 2本目なんですけれども、今は岡本に来ております。ここが岡本から徒歩8分ぐらいのところにチョコレート屋さんに来たので、中を見に行ってみたいと思います。今回もチャンネル登録、高評価、ぜひコメントもお待ちしております。ということで早速中に入っていきたいと思います。チョコレート屋さんってめっちゃおしゃれじゃない？あんまりわざわざ来ることがないんですけど、楽しみです。もう目に飛び込んでくるもの全部が可愛いんですけど、可愛すぎません？可愛いというかアートですね。チョコレートというかすごい、チョコじゃないみたい。見てくださいこれ、見た目からじゃ味が全然想像つかないですね。不思議な感じ。こっちが箱詰めしてあるタイプで、こっちがバラ売りなんですけど、中にイートインスペースもあるので、こっちのバラの方をちょっと選んでここで食べて、お土産に箱詰めの方を持って帰ろうかな。どうしよう、これは店員さんにおすすめ聞いてみます。すいません、これ箱詰めで持って帰りたいんですけど、はい、どのセットがおすすめとかありますか？そうですね、おすすめなのはこちらの真ん中のオーストラリアンセレクション。はい、オーストラリアで採れるブッシュフードっていう珍しいフルーツやスパイスなどを使ったチョコレートのセレクションになります。フルーツとかスパイスが入ってるんですか？じゃあせっかくなんで一つそれいただきます。自分で今から食べるようなんで、甘いのが好きなんですけど、ビターというよりかは。なんかありますか？はい、あー美味しそう。じゃあそれ一つと、あとこの白ごまも美味しそうなんで一つお願いします。なんかもう見た目的に気になりすぎるんで、このゴールデンキャラメルこの3つ今からイートインスペースで食べたいと思います。楽しみ。はい、ありがとうございます。見て、めっちゃ可愛くない？あ、なんかやっぱチョコレート以外もいろんな香りがする気がする。じゃあまずおすすめいただいたストロベリーと抹茶のチョコレートいただきます。うん、おいしい。中の抹茶はこれチョコレートというよりかクリームなんですかね。ガナッシュ。外のパリパリのチョコとはちょっと食感が違っておいしい。あー幸せ。紅茶もいただきます。結構私海外旅行とか行くと、海外だと割とチョコレート屋さんってもっと日本よりいろんなところにあって寄ったりするんですけど、日本だとあんまりね、こんなおしゃれな専門店ってそんな見たことないんで、めっちゃ嬉しいです。海外気分。じゃあ次は白ごまのチョコレートいただきます。めっちゃ美味しい。私ごまめっちゃ好きなんですよ。これも中はガナッシュですか、白ごま。ペーストなんかパンに塗ったら美味しそうな味がするめっちゃ美味しい。すごい甘いんですけど、ごまの風味がしっかり効いてます。この3つ以外にもね、もちろん先ほど見てたようにたくさんの種類のチョコレートあるので、よかったら皆さんもぜひ来てみてください。ここでね、食べてゆっくりするのもよし、自分用に買うのもよし、これはプレゼントとかにもすごい喜ばれると思うので、超おすすめです。じゃあ最後、なんかこの色を見たら恐竜の卵を思い出すんですけどキャラメルのチョコをいただきます。すごい、裏は茶色なんや、表面が白と緑で。
うん、想像以上にキャラメルだった。美味しい。あ、これは完全に中がもう完全にキャラメルです。キャラメル味のチョコとかじゃなくてキャラメルです。美味しい。やっぱ甘いもんついですね。疲れが一気に取れました、今日のロケの大雨の中ね、頑張ってきたんですけど、癒しの時間でした。ちなみに今私が飲んでるこちらの紅茶なんですけど、こちらもオーストラリアから来た紅茶みたいで、レモンマートルティーっていうみたいで、私結構普段から紅茶飲むんですけど、ちょっとねやっぱりなんか違うなと思ってて、レモンティーほどレモンがガンと強くないんですけど、香りとか風味とかでふわっとレモンが香るようなすごい美味しい紅茶です。うん、落ち着く。このレモンマートルを使ったチョコレートなんかもあるみたいです。ではちょっと紅茶飲みながらゆっくりしたいと思います。高座の滝に到着しました。すごいね、芦屋駅から車で10分ぐらいなんですけど、一気にいきなり自然って感じ。まあ、今日はねもともと雨なんでちょっと涼しいんですけど、真夏なんかは結構涼しいんじゃないかな、上の方だから。わーすごい。まだねここはメインの滝ではないんですけど、もうすでに川の流れがすごいですね。お、見えてきた。すごい。はい、皆さんこちらが高座の滝でございます。もうご覧の通り大迫力です。すごいな、ここで滝行とかするのかな痛そう。うわ、上の方からずっと水が落ちてきてて、もう下の方とか水しぶきもすごいです。でもやっぱりね水とっても綺麗、雨降ってるからどうかなと思ったんですけど、水も綺麗でとてもマイナス水温を感じてますすごいな、なんか滝ってパワーもらえますね。いいかも。へー、芦屋はもちろん何回も来てるんですけど知らなかったです、滝があること。上にも登れるみたいなんで登ってみましょう。お、鳥居が。いやー滝すごかったですねまあこんな感じで滝を見た後はもうちょっと緩やかなね川の横をお散歩できるみたいなんで、今から行ってみたいと思います。さっきのね高座の滝ら辺はちょっと音がすごい大きかったんですけど、今回は静かめな川の淵っていうのかな川の横を散歩していきたいなと思います。今回の Vlog ではねここの場所が最後なんで、ちょっとゆっくりしようかな。まあ、この辺といえば、まあ、今はねコロナ禍でちょっと開催されてないんですけど、毎年夏に芦屋のサマーカーニバルっていう花火大会があって、そこにね私の仲いい親友と毎年絶対参加してたんですよ。ちょうどねその花火大会の会場がこの芦屋川沿いをずっと歩いて行ったところにあるので、毎年ねまあまあな距離を歩くんですよ。芦屋来るとめっちゃそのイメージが
強いですね。まあ、今はね残念なことに花火大会とかも全然ないんですけど、まあ、来年ぐらいね復活してたらサマーカーニバルまた来たいなって思います。より川の近くに降りてきてみました。やっぱり川に近づいた方が気持ちいいですね。川の音とかが心地いいです。これはどこの海につながってるんだろう。まあ、お天気の日とかだったらね川の横を歩いててもすごい気持ちいいかなと思うので、友達同士でもカップルでもぜひ来てみてください。こんな感じで Vlog 2本目終了になります。どうでしたか。チョコレート屋さんから始まって芦屋の自然を感じるぶらり旅となっていたんですけど、芦屋とかってね結構意外とこういう風に自然もたくさんある場所なので、よかったら皆さん来てみてください。次の Vlog では六甲エリアを散策していきたいと思います。それではこの動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。